阪神5001系電車とは、阪神電気鉄道が保有、運用した、通勤系電車である。1958年に、各駅停車用の高加減速車用、ジェットカーの先行試作車として2両が製造され、2代目5001型が登場する1977年まで、在籍していた。モデルとなった、シカゴ L の6000系、大阪神戸間で並走する阪神本線。 阪急電鉄神戸線、東海道本線の3車線の競合区間、つまり、大阪、梅田三宮、三宮の営業距離は 30km 前後で、各車とも対さない。だが、駅数を比較すると、阪神本線の32駅に対して、阪急神戸線は15駅、東海道本線は11駅となっており、阪神本線は、他の2線と比して駅数が倍以上となっている。 この駅数が多いという特徴は、創業当初の阪神本線においては、高頻度運転とともに、国鉄線に対する優位性をもたらすものであったが、対象年間の阪急神戸線の開通や昭和初期の商船電車登場によって、三度萌えの電車による競争が開始されると、逆にこの特徴及び曲線の多い線形が、 運行速度向上による列車の速達化において大きなハンディキャップとなった。このため、戦前期の阪神においては、第2阪神線として良好な線形のバイパス線建設を計画する。一方で、季節の阪神本線においては801.831型や851.861、85 881型といった高速性能を重視した走行特性を備える、 急行系車両と601型や11 1一0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1各形式のような経済性を重視した設計の普通系車両の2本立て都市二系統の列車の主要駅での緻密な環急接続によってこのハンデキャップを補う運行形態が取られていた。こうした運行形態は戦後も継承され、 1954年に登場した3011系の心臓に始まる車両の大型化、高性能化に際しても、急行用については1958年に、後に赤道車と呼ばれるようになる、高速性能重視の3301系、3501型が大量に新生投入され、小型車を置き換えるとともに輸送力の大幅な増強を実現した。これに対し、 古い木造車からの機器流用車が多数を占めていた普通軽車両の大型車への置き換えに際してはこれら赤道車とも在来車とも全く違う新構想に基づく極めて厳しい走行性能が要求されることとなった駅間距離が短く線形面で劣勢にありしかも戦前以来の伝統で高頻度運転を実施し線路容量に余裕のない阪神本線においては 他の2線に対し十分な競争力を備えた所要時分を実現するためには特急や急行といった主要駅のみ停車の優等列車だけではなく環球結合と優等列車の速度低下抑止の2点から各駅停車の普通列車についても高加減速性能と一定の高速走行性能を合わせ持つ新型車を投入して表低速度のスピードアップを実施し 阪神本線全体の列車運行速度の底上げを行う必要があった。具体的に言えば、後発の優等列車に追いつかれる前に、先発する普通列車が主要駅に設けられた対比線に到着することが求められたのである。そのような事情から、普通系大型車両の開発にあたっては、本線の平均駅間距離約 1km の区間を約1分で走行し、 阪神間を各駅停車しつつ45分で走破することを目標として従来を大きく上回る高加減速性能と最高速度時速 100km に達する高速性能の両立が基本条件として課せられた。一般にこのような車両は粘着性能の確保などの必要から前、電動車方式とするなど機構が複雑になり、また立行して加速後、 直ちに制動を行って減速するため、エネルギー効率の点で有利な打業がほとんど行われず、消費電力量も増加するため、一列車の運行というミクロな観点では、イニシャルランニングの両面で、コストアップが不可避となり不利である。だが、その一方で列車の速達化は、乗務員と車両運用の回転率を向上させ、車両保有数の削減を可能とするから、 長期的に見た場合、全体としてのイニシャルランニングコストの収支により、一般的な車両を運行する場合よりもむしろ、停電となることが期待できる。こうして綿密かつ、合理主義に貫かれたコスト計算の結果、導き出された設計コンセプトから、普通軽心車には設計当時の日本の電鉄技術のみでは、実現が困難な加減速性能が求められた。 そこで、阪神電鉄技術人は1950年代当時、車用化しつつあったとはいえ、電鉄技術において、未だ世界の最先端を走っていたアメリカに反を求めた。プロトタイプに選ばれたのは、シカゴ L の最新 A 社である 5000.6000K で、その機能、性能を、阪神本線の実情に適応した形に落とし込むべく開発が進められた。 3011系の心臓時に続いて、再び1121系1130をテストベッドとして、1956年から翌1957年にかけて、台車や制御機、手電動機などの各種試作機器についての長期実用試験が実施され、日本では前例のない破格の性能を備えた新型車の設計に必要なデータ収集が行われた。この試験の成果をもとに、 1958年7月に普通系車両、ジェットカーの試作車として5001型が登場した。5001が日本車両製造、5002が川崎車両で製造された。ジェットカーの相性は従来車の性能をプロペラ機に例えるならば普通用高加減速車はジェット機に相当すると対比されたものである。以下に本形式収益開始当時、 阪神電鉄社長であった野田製造が寄稿した一文を引用する。ジェットカーの名称は、工学的な性能から与えられたペットネームでありますが、弊社としては、ジェットの音は正しく、日本海海線の Z 旗と同じ響きを持っているものと考えており、電気鉄道事業界に参席する困難をこのジェットカーにより、見事克服することを、私は心から期待しておる次第であります。 当時の阪神にとって本形式の製品が本業である鉄道事業の後輩に係る一大事であると捉えられていたことがこの一文からも伺うことができる。本形式は新規軸満載の試作者であるとともに、車体寸法や窓配置等、必要最小限の共通事項以外はメーカー各社の独自の設計としてこれについても比較することとなったため、 一形式二両という少数派ながら一両ごとに、車体、機器ともに大きな異が生じることとなった。車体はいずれもノーシルノーヘッダーの19メートル級、順調各構造軽量構成車体で、先に登場した3011型や、東京急行電鉄5000系などと同様に丸みを帯びた、湘南型の前面を備え、中央長部に埋め込み式前小灯を、左右窓状に微灯を配した。 側面窓配置は、戸袋窓なしの D1、D2、D2、D1 で、扉間に独立した二段上昇窓を2箇所ずつ設けた。乗降時間の短縮を図るため、客用扉は幅 1400mm の両開き扉を片側3箇所に配置した。1400mm の扉幅は5500系まで継承されている。五千一点五零零二の両者とも屋根上には、 運転台寄りにパンタグラフを一機搭載していたが、通風機の形状は5001と5002とでは大きく、異なり、5001が、背の高い独特な形状の箱型押し込め式、通風機を搭載していたのに対し、5002は、後の5101系、5201型や5231型と同様の形状の箱型押し込め式、通風機を搭載していた。また、車体す部は、 前面、側面とも丸みを帯びていたが、5001の側面裾部が一直線であるのに対し、5002の側面裾は、巨腹状に大写真皿感が張り出した形になっていた。外部塗色は緑をベースに前面と側面の膜板部、および倉庫にクリームを配し、その色使いからアマガエルと呼ばれた。試作者ゆえに不具合が多いことから、 天ヶ崎工場に帰るとの意味合いもあったとされる。内装は座席がかく、扉中間の窓柱部に背中合わせのクロスシートを合計16席配し、飛ぶクロブ及び車端部はロングシートとするという特殊なセミクロスシート配置であった。シカゴの地下鉄電車を模したとされるこのレイアウトは、高加減速で乗客の転倒事故が発生した場合、クロスシート部分で 防波堤の役目を果たさせるという配慮によるものであり、この他にも乗客の転倒防止に配慮して、シート端部にはスタンションポールや握り棒型数設置されたほか、釣り革も他の車両に比べると短くされていた。大型高加減速車の量産、実用化に向けた先行試作車であり、前述の通り主要機器の大半については 1,、1130、2、 先行搭載主限車主験を行ったものを搭載している。台車、編集台車は各方式の比較を目的として合計4種が使用された。いずれも主電動機の小型軽量化を受けてホイールベースが2 1 0 0ト、mm、ル車輪径が7 6 0ト、mm、ルと他社での一般例よりコンパクトに設計されており、軽量化と低重心化を実現する。また、 3011型での成功を受けて、心皿だけではなく、左右の側受けを積極的に、荷重支持に活用する、側受け支持構造となっていることも、特徴の一つである。5001には、ワッツリンクの権利を利用した、リンク式軸箱支持機構を備える金属バネ会社の、住友金属工業 FS204FS205 を、それぞれ前後に装着し、 5000人には特徴的な形状の高校張力構成側枠とボルスターアンカを備える軸箱両式の東芝 TT-7 を装着した。また、これとは別に干渉ゴム式軸箱支持機構を備える半神発の空気バネ台車である汽車製造ケース -55 も用意され適宜交換して比較試験が実施された。手電動機駆動システム 編集主電動機は2社で共作となっており、TT-7 には、同じ投資場 SE-524 が、それ以外の台車3形式には、東洋電気製造 TDK-857A がそれぞれ創加されている。いずれも、端子電圧 300V 時1時間定格出力 75kW の直流直巻式整流子電動機で、各社の1台車に2機ずつ、 計4機が搭載される。定格回転数は、前車が 2100rpm、後車は 2400rpm で、設計当時ようやく一般化が始まりつつあった、日本のカルダン駆動電車にあっても、破格の高定格回転数となっている。駆動方式は、ハイポイドギアを用いた直角カルダン駆動方式を採用した。定格速度を揃えるために、 波数比が電動機によって違えられており、SE-527 用が7.17、TDK-857A 用が8.17となっていた。制御機、編集制御機は、モデルとなった、シカゴ L の6000系にも採用されていた、ゼネラルエレクトリック社製、MCM 電動カム軸式制御機の、ライセンス生産品である、東芝 MC-3A を搭載する。 この制御機は1130で搭載、使用された MC-1A の改良型で全並列制御を採用したほか、制御機と主抵抗機の小型軽量化を図るために制御機と抵抗機を一つの箱にまとめるパッケージ構造を採用したことが特徴である。その構造は中央に抵抗機を配し、その冷却に強制通風方式を採用するとと,ともに、抵抗機の両側に、 カム電動機、接触機、接触リレー箱を配置して、主要機器のコンパクト化に努めた。ブレーキ、編集ブレーキ装置は発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキの HSCD を採用した。これは阪神の新車としては初の採用例である。各して軌道加速度時速 4.5kmS、乗用減速度時速 5.0kmS という 高速鉄道車両としては2011年現在に至るまで日本国内では最高の加減速性能を持つ画期的な新車として本形式は完成した。試運転時には軌道加速度時速 6.5kmS まで加速度を引き上げ、計画時には最大時速 8.0kmS まで引き上げることも検討されたが軌道加速度時速 6.5km S, S の場合は、満員乗車での加速は難しいと判断され、時速 8.0km、S の場合は全員着席状態が限界とされたこともあり、最終的には蒸気の加減速度設定となった。本形式は、試運転や乗務員教習の後、普通稽古型社各形式に混じって営業運転を開始し、その使用実績をもとにして、 翌1959年から量産型ジェットカーで、ある5101系、5201型が製造された。各種手試験者としての役割を終えた本形式は、その後しばらく竣工当時のままの状態で運用され、改造内容は以下の通り、その後1965年には一両単位で昇圧改造を実施され、制御機を5101.5201型とともに、 新設計の東芝 MM-19B に換装された。翌1966年には座席のロングシート化を実施、この多時期は不明であるが2両とも通風機を5261型や5311系同様、換気効率の良いグローブ型通風機に換装、側面の窓配置以外は他社との共通化が実現した。 これらの改造を経て量産ジェットカーと仕様の統一が図られた本形式は5101.5201型と同様昭和後も主回路が1両で完結していて単車走行が可能なことから2両を背中合わせに連結して1編成を組成する以外に1両単位での増結運用にも充当され量産ジェットカー各形式と混用された 1975年までに全球後継車両の冷房化改造を達成し、引き続き普通系車両の冷房化を推進することとなった。この際、5001.5101-5201の初期、ジェットカー各形式については、冷房改造にかかるコストと車両及び、機器の対応年数を勘案して心臓車によって代替することとなり、5001系の心臓と引き換えに、 これらの形式を順次廃車することとなった。中でも本形式は5201、ケーステンレス車ともども試作的要素が強い車両であったことから最初の置き換え対象車となり、1977年3月11日付で廃車され、車両番号はその3日後の3月14日に、春行した5 1系5 1 0 0 2に引き継がれた。 高松琴平電気鉄道1052詳細は、高松琴平電気鉄道1050軽電車を、三章半身での廃車後、車体は、高松琴平電気鉄道に譲渡された。譲渡に際し、中央扉を埋めてに、扉車とした。同社では1050型として、自社の普通生産工場で、京浜急行電鉄230軽電車の台車、及び電装品、それに、 手持ちの各種機器を偽装し、釣り掛け駆動車として、これら2両を再生、琴平線の主力車として、運行を開始した。その後、1984年には台車を、新生の住友金属工業 FS526.026 に交換して、カルダン駆動化され、同線で、阪神時代より長い26年の歳月を走り続けた後、2003年に運用を終了。 会社解体された。ありがとうございます。